チゴル。今日は、はい、まあ、せっかく練習場で撮影してるので、はい、練習場でやるあのドライバーの飛距離アップとかにつながるような練習ってないんですか、ね、ありますよ。あります、はい。まあ、ドライバーはやっぱり、まあ、飛距離出すことってすごく重要だと思うんですけど、はい、まず第一にちゃんと当たんないとダメじゃないですか。はい、ダメです、ね、ちゃんと、はい、じゃそのために練習場でおすすめのドライバーの練習場、あの練習があるんで、はいはいはい、ちょっとあの見てください、はい。まあ、通常、はい、ティーアップって、まあ、大体皆さんこのぐらいですよね。ドライバーのヘッドの上に、まあ、出てくるぐらい、出てくるぐらいだと思うんですけど、球が。そうですね、これをこうしちゃいます。一番低く、うん、ほぼ直ドラ状態。直ドラじゃないけど、もう直ドラみたいな感じで、こういう状態で。じゃあちょっと実際打ってみますね、はい。これで打てるようになると、はい、まあ、もちろん打点も安定してきて、ほんと気持ちスライスするぐらいで。そうですね、フックさえしなければ。え、フックの方が良くないですか？フックが良くないです。あのこの低いティーアップですか？そうですね。それはなんで？フック、まあでも出ないと思うんですけどね。フックが出るってことは手前から入ってるってことなんで、これでフックが出たら相当フェースがかぶって当たってるってことなんで。ほんと気持ちスライスするぐらいで。そうですね。いいと。だから実際僕コースで直ドラするときあるんですけど、はい、左が嫌なときとか、はいはいはい、めちゃくちゃアゲンストのときとか結構使うんですよ、直ドラで。で結構プロの選手も左が嫌なときとかで結構使ってると思うんですけど、でこれができるようになるともう曲がんなくなるから、どん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 触れてくるんで、もうすごいおすすめですね。だって実際ティーアップ高くしても、うん、この分打点が安定してくるんで。あ、間違いない。そっか、当たる部分が少ないから、うん、それでちゃんと当たってないと。そうですね、おそらくこのもうここでちゃんといつも当てられるようになるんで。で練習場とかでティーアップ高くしてすごい高い球を打って飛距離出す練習もまあいいと思うんですけど、実際にコースでミート率を上げていくんでしたら、やっぱこの低いティーアップで毎回同じような球を打っていくっていう練習の方が、うん、あのスコアアップにつながると思うんですよね。しかもミートがうまくなる。そうです、ね、なるほど、はい。ぜひちょっとやってみてください。このチャンネル気に入っていただけましたら、チャンネル登録と、高評価お願いいたします。